起業した方がいい人の特徴と就職した方がいい人の特徴。なるほど、ちょうどいいんじゃないですか。藤井は起業してて、俺は就活して就職した、うん、起業いや、バッグ起業した方がいい人の特徴は、うん、まず就活する才能がない人だね。俺はそっちのタイプ。どの下につくのが苦手な人、お前みたいな、なんか嫌な上司になったらもう会社に行きたくなくなるとか、うんうん、ちょっとでも嫌なことは我慢できない。そうして我が強い人はやっぱ起業するしかないかも。あとゼロから何かやりたいっていう前向きな理由を持ってる人、うん、これも起業した方がいいと思う。就職してさ、こういう部署行きたいですって面接で言う人いるけどさ、うん、そこ行けるか分かんないし、うん、やれることやれるか分かんない。実際久慈社長もうまくいかなかったですもんね。俺は一回起業して失敗して、もうどん底、もう死ぬかと思った。辛すぎて。就活した方がいい人はそういうなんか落ちぶれるリスクを許容できないとか、やっぱ安全だからさ、起業よりは、ね、もしそうなったらもう自殺しちゃうみたいな人は就職した方がいいかも、うん、いい意味で守ってくれるからね、うん、会社は。しかも親とかも安心するしね、うん、就職の方が、うん、うちの親とかサラリーマンに戻ってほしい。最近言わなくなった株式会社エビスジャップはいい企業。実際マジいい企業。マジいい企業。でも普通の会社とはもう違う。ただのね、株式会社っていう体を成した集団だから、世界一自由な集団、うん、エビスジャップです。さなぎ大先生、どう見てもさなぎ大先生だ。さなぎちょっとさ、座ってさ、就職について話してる。さなぎは元都庁の公務員。えぐいてドエリート、ド安定ド安定志向からのポーカープロかつ株式会社エビスジャップで就職したわけですが、就活とかさ、するってなった時にさ、就職することが目的になってて、とりあえずどこでもいいから頑張って行けまくるみたいな人が多いじゃん。それどうなんだなって思う。俺大元の目的は多分さ、ちゃんと生活したいとか、その手段が就職だからさ、就職本当にすべきかどうかっていうのをまず考えた方がいいと思いました。やっぱさ、仕方ないっていうパターンがほとんどだと思う、うん、これは、うん、やっぱ実力がない、一人で食っていける自信がない、うん、やりたいことが明確じゃない、でも生活は保ちたいっていう、なんかね、逃げって言ったらちょっと言葉悪いけど、うん、もう手段として就活あると思うんだけど、うん、確かにその考えある人は就活すべきだな、うん、広告マンとかさ、うん、商社マンとかさ、モテるって印象もちゃう、うんうん、そういう目的とかがあれば、うんうん、そこに就職したいっていうそのモチベーションが正当なものだと思う。そうね、就職が目的になんなければいい、うんうんうん、会社なんて辞めちまえみたいな、うん、俺結構言ってたんだけど、でもやっぱ俺はみんな自由を目指して挑戦するのはいいことだって思ってるんだけど、うん、それを鵜呑みにしてとりあえず辞めましたみたいな、うんうんうん、やつはもうちょっと本気で考えた方がいいと思う。本気で考えてほしい。ちゃんとチャレンジするなら本気で成功するように準備して、本気でやんないと、ただ起業しました、会社辞めたぜって勢いでやっちゃっても、うん、俺みたいになるだけだから。失敗して学ぶこともあるけど辛いから、うん